しょっと。あれっと。今ですね、この、神戸川林道ですね。これ神戸川ヒュッてこの先にありますけど、3年前ですか、あのよいしょ台風、19号ですよね。あの時にもう総崩れ、まあ各地の林道総崩れしたと思いますけれども、このあの、まあ、いつも自分が来てるあの神戸川林道、丹沢湖側からは、犬越林道って呼んでますけれども、まあ、このルート、自分あの、高校生の時ですよね、初めて、まだ開通して間もなかったんですかね、通りましたけれども、まあ今これ道志街道から合流して、もう今はもうこのヒュッテの前、あとこの先ゲートありますけれども、ゲートから結構行ったとこまでもうあの舗装になってしまってるんですね、今現在は。ただあの自分が高校生の時まではもう道志街道から入ってすぐもう延々とダートがここ続いてた道です。で、まあ、夏のキャンピングでテントとシュラフを積んでこの道を、あの時は確か、そうだな、こっちからですね、こっちから越えて丹沢湖に、抜けたと思います。まあその時以来結構ここ来てて、どんどん舗装化が進んでしまってですね、もう今じゃ残されたダートの距離の区間もう10キロないぐらいの状況になっちゃったと思いますけれども、まああのそういった中でも自分の知るこの関東近隣の林道のエリアの中ではすごく路面がハードで、なおかつこう山の深いところを行ってる感じの道ですよね。で、あの自分個人的に奥多摩大嫌いですけれども、ああいうこう基本的にあの V 字の谷が、暗い渓谷沿いの V 字谷がずっと続いているようなところでは、この丹沢山系はないですよね。もうあの海から近いところからもうずっとザンとこう隆起したような地形山容なので、もうすごくこう空がどこ行っても丹沢って広いんですよね。なので自分はこの林道すごく好きですけれども、まあ、今さっきちょっと先まで行ったんですが、もう道の崩落で全然ダメでしたね。で去年一昨年ですかね、あの一回、丹沢湖側からも降りたんですけれども、犬越路のあのトンネル、下って結構もうすぐなところで、もうなんて言うんでしょうかね、もうのり面全体山がもうなくなってるような感じで、こんな道路を復旧するとかそんなレベルじゃないですよね。もう造成でもしない限りもう道なんかできないんじゃないかなレベルの山崩れみたいなのが ありました。でおそらくそういう箇所が何箇所もこの先発生していると思われます。まあ今あのちょこちょこ工事やってるみたいですけれども、まあ毎回不思議に思うんですけれども、こんな開通してから絶対に車も通さないような道に、しかも林業すらそんなやってないようなところなんですね。こっち側は道志側なんかこれ植林帯あんまりないですけれども、もうそこにですね、いくら何億円のお金をかけてるか知らないんですが、まあその投じたお金に対するその利益を享受できる
う人たちが一体全体何人いるんだっていうふうにもう毎回不思議に思いますよね。まあ、こんなことやって一体公共の利益がどこにあるんだっていうふうにいつも自分は思います。まあ、業者の方たちにお金が落ちるってことは、まあ、世の中にいいことなんだとは思うんですけれども、まあそれを復旧させてまた台風で崩れて復旧させて崩れて、これ繰り返しですよね。この先こんな豪雨が続いている世の中ですと、でもうこれはよいしょ、まあ、あの中津川林道だとかにはもう言えることだと思うんですけれども、もうこれ廃道にしちゃった方がいいですよね。もういっそのこと、こんなお金ばっかり毎回食って、じゃあ道路治りました、また大きな台風が来ました、崩れました、また何億円ものお金をかけて直しました、でもその道路を直したことによる利益享受できる人っていうのが一体何人いるのか、その公共性は一体どこにあるのかっていうふうに自分はすごく思いますよね。まあこういうところでこうこんな自転車で遊んでる分際の自分が、そんな公共の利益のことを声高に言うっていうのは的外れだとは思うんですけれども、まあ非常にそういうふうに毎回こういう林道来て感じます。まあ、ただ自分個人としては通れた方が、まあ、楽しいには楽しいんですけれども、そういうこうなんて言うんでしょうかね、エゴイスティックなことばかりやってると、まあ、どこかで、罰が当たるんじゃないかなというふうに思ったりもいたしますね。まあ今日全然、偵察できたんでダメだったですけれども、まあ、いつも乗っておりますこの、フィックスのランドラー、あー後ろがこのディングル、フロントがダブルになってるんですけれども、まあ、このディングルのフィックスランドラー、これ自分は個人的に非常に好きですけれども、まあ、こういうその、どういうなことになってるかわからない道に行くときにはもうギア車みたいな変速機能がないもの、なるべく壊れないものがいいというふうに思いますよね。まあこれフィックスなんである程度こう慣れてないと乗りづらいと思うんですが、この車下りだとかでブレーキいらないんで、まあいらない理由は皆さんご承知の通り、これスキッドでだんだん下れるんですよね。なのでほぼブレーキ使わないで下れちゃうっていうことになってますけど、まあなのでこれ自分が編んだ36ケツの、フォークロスですね、フォークロス36ケツでもちろん編んでます。以上でございます。